人生の選択においてこれほどアンビリバボーな決断を下した男が過去にいただろうか。彼の名は黒田博樹、41歳。今年広島カープを25年ぶりのリーグ優勝に導いた立役者だが、昨日、球団の方に、引退の意向を伝え、つい先日日本シリーズ後の現役引退を表明。最高の、シーズンを送れたんで、もう全く悔いはないですね。迎えた第3戦で最後のマウンドに立ち、20年間の現役生活にピリオドを打った。あなたはご存知だろうか。その引退が遠く海外でも報じられ、また彼の生き様は世界中の人々の心を動かしているということを。今夜のアンビリバボーは黒田選手が緊急出演。これからクライマックス、日本シリーズを迎えるというタイミングだったにもかかわらず、特別にインタビューに応じてくれた。そして今宵、その言葉とともに知られざる半生に迫る。かっこいいね。まずは人々の度肝を抜いたありえない決断の数々。2008年からの7年間メジャーリーグで活躍した黒田。そこは超一流が集まる弱肉強食の世界。結果が出なければ容赦なくクビになる。そのため選手は少しでも長くチームと契約しようと自分を売り込むのだ。かつて6年契約を勝ち取った松坂投手と同等の実力と評価されていた黒田。2007年、ロサンゼルスドジャースと入団交渉に入った。代理人から聞いたドジャースの申し出は4年契約50億円、松坂より2年少ない提示だ。 So what do you think about his conditions? どうですかこの条件は。4年契約っていうのは。では5年、あるいは6年でいかがです。3年に減らしてほしい。3年ですか。 He offers 3-year contract。何ですって。驚くのも無理はない。契約を1年短くするということは年俸の総額が10億円近くも減ることを意味していた。そんなこと言う選手は聞いたことがない。一体なぜです。まだメジャーで1球も投げてないのに何年も実績を積んだ選手より条件がいいなんて納得できない。10億円を拒否するというそのありえない決断にアメリカの球界関係者は心底驚きを隠せなかったという。こうしてメジャー入りした黒田は3年間安定した活躍を見せるとドジャースとさらに1年契約を結んだ。そして迎えた4年目の夏、再び決断の時が訪れる。黒田さん、優勝を狙ってるチームがあなたに来てほしいって。メジャーでは優勝を争っているチームが戦力を強化するため
早々と優勝争いから脱落したチームからシーズン中でも有力選手を引き抜くケースが多い。シーズン中に世界最高峰のメジャーリーグでの優勝、それを経験することは選手として最高の名誉。ところがオファーが来たら行きますね。興味ないな。名誉なことじゃありませんか。行ったばかりのチームで優勝しても素直に喜べない。この決断を地元紙は驚きを持って報じた。そしてドジャースファンは黒田の残留に歓喜。シーズン終了までより一層の声援を送った。その後ドジャースでの活躍を評価された彼は2012年から全米一の名門チームニューヨークヤンキースに移籍。そこで3年連続10勝以上を挙げるという快挙を成し遂げる。一昨年シーズン終了後、黒田が他球団と契約できる権利を獲得すると高額のオファーが殺到した。以前在籍していたドジャースは年俸19億円、アドレスは最高額の20億円を提示。次に袖を通すユニフォームはドジャースかパドレスか。ところが翌年、黒田の姿は広島にあった。なんと年俸20億円ではない、その4分の1、推定年俸5億円の広島カープと契約したのだ。なぜ彼はこんなありえない決断を下したのか。まあ広島にね帰ってきたいっていう気持ちと、なんか帰らないといけないというか、黒田が果たしてきた常識とはかけ離れたいくつもの決断、実はそこにはこれまであまり語られることのなかった彼の波乱万丈の反省が影響していた。黒田博樹は大阪で生まれた。プロ野球の選手だった父和弘さんは南海ホークスで外野手として活躍。引退した父が監督を務める少年野球チームで黒田は野球を始めた。彼に大きな影響を与えたのが母安子さん。かつてオリンピックを目指した本願ながら選手だった。まあ一言で言うと本当に男っぽい人だったんで、学校のね先生を体育の先生をやってたんで、まあ今では考えられないですけど、生徒もバシバシ男であろうが女であろうが、殴ってたっていうのを聞いて、まあ、すごいなと思ったんですけど。当然子育ても熱血。ただいま。遊びに行く前に宿題やる。いつも言うてるやろ。しないよ。なんで家にしないやったのかわからないですけど、ちっちゃい頃はね裸のまま外に放り投げられたり。スポーツ選手の両親を持ち恵まれた体格の黒田は高校受験を前にこんな夢を抱いた。甲子園に出たい。志望は私立上宮高校。当時元巨人の元木大輔選手がいた甲子園常連校だ。上宮高校で野球をやらせてください。やり抜く自信ほんまにあるの？はい、あります。
黒田は知る由もなかった。この後、人生最大の苦難が待っていようとは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。黒田が入学した上宮高校は野球のエリート揃いだった。その証拠に彼の入部当時にいた全部員の中から後に7人がプロ入りを果たしている。とんでもないところに来てしまった。そう思えたのに、それは1年生の夏合宿でのこと。黒田、お前後で世話よったらずっと走っとれ。はい。監督に走っとけって言われるとずっと、いいって言われるまで走り続けないといけないですよね、外野で。で、まあその時はちょうど夏の合宿だったんで、合宿中はずっともう朝から晩まで走りっぱなしだったんですけど。休むこと、食事を取ることも許されなかった。そして許しをもらえぬまま4日目の夜になった。え、マジか。そんなに許されん。そんな時、ちょっと、あきー、結婚、結婚、ほっとお母さん、くるたくん、大丈夫かも。ありがとうな、お腹大丈夫か。その時一緒に走ってた先輩のご両親が、まあ、当然食事もできない状態だったんで、水も隠れて飲むような状態だったので、でそのご両親が、一旦家に連れて帰ってもらって、まあ、当然4日間もお風呂も入ってなかったんで、とりあえずお風呂に入れてもらって、まあ、いろいろご飯を食べさせてもらって、朝早い時間帯に学校に戻って、またランニング始めればいいんじゃないっていう形で家に連れて帰っていただいたので、ご父兄がね、うちの家に電話したい。先輩の親は気を利かせて黒田の家に電話し事情を話した。ところがありがたいんですけど、お金払いますんで、うちの子だけタクシーで学校へ戻して走らせてください。え、真っ黒な子。お母さんと喋ったんやけど、今からすぐ学校帰って走らせてって。とんでもない親だなっていうのは思いましたけどね、はい。後に母の真意に気づいた黒田は著書でこう語っている。自分がお世話になると決めた監督から命じられたことならば、どんなことがあってもその教えは守るべきで、上宮高校を選んだ以上黙ってそれに従う、筋を通すことの大切さ、それを母から教わったからこそ。言ったばかりのチームで優勝しても素直に喜べない。もともと優勝を目指して戦ってきたドジャースのメンバーと最後まで一緒に戦うことが筋だと考えたのだ。その姿勢を貫き、後にはメジャーリーグでも活躍する黒田だったが、高校時代の彼はエースどころか3年間補欠だったのだ。しかも学校も甲子園出場の夢かなわず、野球部を引退。それでも野球を諦めきれず、関東の強豪専修大学に入学、猛練習に耐え続けた。その頃、心の支えとしていた言葉がある。雪に耐えてバイカウルワシ。
西郷隆盛が読んだ漢詩の一節で意味は苦しまずして栄光なし、高校時代にそれこそ本当に、試合で投げても打たれる、で常にこう監督に走っとけって言われて、もう朝から晩までずっと走るだけの野球生活だったんで、やっぱり今苦しい思いしてるけど、やっぱりいつかはね、花が咲く時もあるんじゃないかっていうのを、まあその時の自分の気持ちがすごくこうすんなりその言葉に入っていけたというか。黒田は大学2年で球速140キロを超えるまでに成長。そんな頃だった。男性がグラウンドにたびたび姿を見せるようになった。その男性こそが広島カープのスカウト園田俊彦さんである。球に力があるっていうね、魂が入ったようなキャッチボールとかそういう感じが自分はしましたね。打たれても打たれてもその球を行くっていうね、絶対逃げなかったですね。あ、このまま絶対もう成功するなっていうのは自分で確信持っていましたね。ただカープに入団してうちの五本柱と言いますけど、それにはなれるんじゃないかなとは思いましたけど、今度対戦士になるとは大学4年生の時には球速150キロを記録。ついにチームのエースとなった。すると他球団のスカウトからも注目されるように。しかし黒田は当時採用されていた逆指名制度で広島に入団。その訳は、僕は2年生ぐらいの頃からですかね、ずっとその園田さんスカウトが、球場にずっと足を運んで、それこそ、神奈川の本当端の方の球場だったんで、寮も そこだったんで、何を声をかけられることもなく、ただずっと来られてたのを見てたんで。当時の規定でプロのスカウトがアマチュアの学生に声をかけることは禁止されていたのだ。まあ、それだけね、僕のことを見てそれでそこまで評価して、いただけてるっていうので、もうやっぱりカープしかないなっていう気持ちになりました。なんと球団を決めた理由は年俸などの条件面ではなく、自分を見ていてくれていたスカウトマンへの気持ち情だった。黒田は一体なぜこの時情を重んじる決断を下したのか。それにも理由があった。母安子さんの存在である。広島に入団して5年目、2001年のことだった。高校で教鞭をとっていた母が病に倒れた。癌が進行していたのだ。母さん大丈夫か。あんたこそ腰大丈夫なんか。ああ、うん。せっかく目かけてくれたチームの期待裏切ったらあかんで。はい。そんな母も病には勝てず60歳の若さで他界した。まあ、僕がプロに入った時にちょっと病気で亡くなったんですけど、その時、学校にね、霊柩車を通らせてもらって、授業中にもかかわらず多くの生徒が出てきて手を合わせてくれた。中には泣いている生徒も。
厳しくも温かい眼差しで教え子に接する情の深い教師だった、その時のその生徒のね皆さんの顔を見て、自分の母親なんですけどね、偉大な人だったんだなっていうのを思ったのをね、今思いますけどね、そういう気持ち、はい、母の死後聞かされたことがある。病状が悪化していたが、息子に余計な心配をさせないためあえて気丈に振る舞っていたと、息子を思う母の優しさだった。そんな母譲りの情を受け継いだ黒田だからこそ、真っ先に自分を見出し、ずっと見守ってくれた園田スカウトに恩を感じ、カープを選んだのだ。そして広島に入団した黒田は1年目から試合に出場すると、5年目にはエースとして頭角を現し、以降大黒柱として活躍することになるのである。ファンにはどうしても気がかりなことがあった。カープには避けがたい運命がある。巨人や阪神など大きな親会社がある球団とは違い、資金力に乏しい市民球団だ。よって赤字は決して許されない。主力選手の年俸が上がると、その金額を支払うことが困難となり、手放さざるを得ないのだ。実績を積んだ選手が他球団と自由に交渉できるフリーエージェント宣言をすると、カープは引き止めはしない。この年他球団と交渉できる資格を得たカープのエース黒田の獲得に、国内外の複数の球団が乗り出していた。ファンの関心はシーズン終了後に黒田がフリーエージェント宣言をし移籍するか、あるいは残留するかに集まっていた。カープは優勝から遠ざかること15年、この年もすでに5位が決定していたシーズン終盤、広島市民球場での試合が最後に迫った頃、黒田は悩んでいた。高校時代ずっと補欠だった自分が今、多くの球団から高く評価され、ラブコールを受けている。しかし無名の学生だった自分をいち早く見出し、育ててくれたカープ、そして辛い時も熱い声援を送り続けてくれたカープファンへの思いとの狭間で、黒田の心は揺れ動いていた。そんな状況を知ったファンは驚くべき行動に出た。迎えたホーム最終戦、広島市民球場は異様な空気に包まれた。9回ツーアウトの場面で黒田が登場。するとスタンドに横断幕が書かれていたのは、ファンからのメッセージ。我々は共に戦ってきた。今までもこれからも未来へ輝くその日まで、君が涙を流すなら君の涙になってやる。カープのエース黒田博樹、本当は残留してほしい。だがたとえ移籍しても最大限のエールで
背中を押してあげたいというファンの切なくも熱い思いだった。今までそういうね FA 宣言を、取った選手に対してそういう、ファンの人の動きっていうのを見たことがなかったんで、まさか自分にそうやって、していただけるっていうのは思ってなかったんで、まあ正直、まあ嬉しかったっていうのが今覚えてるところですかね。ファンは思った。カープのユニフォームを着る黒田を見るのはこれが最後なのだと。答えが出たのは3週間後の記者会見。黒田の口から出た言葉は、あの横断幕から3週間、残留か移籍か、果たして、私、黒田博樹は、FA 権を行使せずに、広島東洋カープに、残留することを、ここで、皆様に、お伝えしたいと思います。心よく送り出したい、そんな思いでファンが書いた横断幕に黒田が残留を決意したのだ。ファンの気持ちに心を動かされカープに残留した黒田選手。しかし1年後再び決断を迫られます。奇跡の栄光へ向けどんなドラマが待っているのでしょうか。残留の翌年、黒田に強い思いが芽生え始める。メジャーへの移籍だ。僕自身はその国内でね、他のチームに行くっていうのはちょっと想像できなかったですし、まあ、当然そのよその球団と話をすることも一切なかったですし、そのテーブルにつくことも一切なかったんで、国内で自分が動くっていうのはまあ全然考えてなかったですけどね。なぜなら勝負に勝つためには時に打者に対し、厳しいボールを投げざるを得ないことがある。しかし今まで戦ってた選手を相手にね、こうボールをインサイドに投げたり強いボール投げるっていうのはなかなか自分の中ではできないんじゃないか。世界最高峰の舞台で野球をしたいという思いは日増しに強くなり、ついに黒田はメジャーリーグ移籍を決断。会見を開いた。広島のファンの方は本当にたくさんいらっしゃると思うんですが、伝えたいことメッセージがあればですね、ぜひお願いしたいんですが。そうですね、本当に、まあ言いたい、思わず声を詰まらせた。この姿を見たファンに彼を責める者はいなかった。そして黒田は11年間苦楽を共にしたカープのユニフォームを脱いだ。この年もう一人の中心選手がフリーエージェント宣言をしカープを去った。4番打者の新井貴浩。今のその気持ち教えてください。辛いです。カープが大好きなんで。新井は
阪神に移籍した。一方メジャーリーグ入りした黒田、海の向こうでも熱い気持ちで人々の心を動かした。メジャー2年目の2009年、この日黒田に予期せぬ出来事が起こった。バッターの強い打球が頭を直撃。打った相手も心配そうに見つめる。病院に搬送され即入院。長期離脱を余儀なくされ落胆していた時だった。病室に相手打者から手紙が届いた。読んでくれないか。あなたに怪我をさせてまで私はメジャーで野球をやろうとは思わない。もちろんわざと狙って打ったはずもない。全く落ち度がないにもかかわらず彼は自分を強く責めていた。手紙を読んだ黒田はこんなコメントを送った。僕が野球をやめた時君という名選手にボールを当てられたと胸を張れる選手になってほしい。選手生命を脅かしかねない事態だったにもかかわらず相手を気遣い励ましたのだ。すごい。黒田と心を交わした選手は他にも。ドジャース不動のエースカーショー、電撃最強の左腕と呼ばれ今季メジャーの最高年俸を誇る大投手である。実は彼は黒田と毎日キャッチボールをする練習パートナーだった。年は13歳若いが入団時期が一緒だったのだ。それは黒田がシーズン最後の登板日のこと。もう彼は最後の登板が終わって、もうそのままシーズンオフに入っていくんで、まあ、そのシーズンもたくさん投げてるピッチャーだったんでね。普通はアメリカ人の感覚ではもう投げないんですよね。全くキャッチボールもせずにボールも触らないっていう状態なんですけど、ただ僕の登板がね最後残ってたんですけど1試合でも彼はいつも毎日キャッチボールしてたんでキャッチボールしようって言われたんですよね。でその時にいやいやもうねあのシーズン終わってあとはもう肩を休めないとって言ったんですけど、まあ、彼はあのまだ僕の登板が終わってないんでそれが終わらないと僕のシーズン終わらないって言ってくれたので、もう言葉にならないというかお互いね。実はこの頃ドジャースで4年間実績を積み上げたことで数々の球団が黒田の獲得に乗り出そうとしていた。黒田が他球団に移籍する可能性は限りなく高い。最後のキャッチボールになることをカーショーは予感していたのだ。そして黒田は移籍先を決める交渉で。条件の希望はありますか？ドジャースと対戦しないアメリカンリーグのチームにしてください。カーショーと対戦するナショナルリーグを避け、めったに戦うことのない違うリーグへの移籍を希望したのだ。プロなら当然優先する条件面ではなく、プロは情を大事にしたのだ。シーズンオフ移籍先が決まった黒田はカーショーにその連絡をした。
するとほどなくして届いた返信には、ヒロ、来年から僕は誰とキャッチボールすればいいんだい？後にカーショーはこう語っている。その後ヤンキースに移籍した黒田はそこでも3年続けて10勝以上を記録した。プロになって以来常に第一線で活躍を続けてきた黒田、まさに誰もが羨む野球人生を送ってきたかに思えるのだが、中学生以来野球を楽しいと思ったことは本当に一度もない。どっちかというと苦しい、野球人生というか、そういう人生だったような気はしますけどね。一体なぜか、そこには知られざる黒田の苦悩が隠されていた。ピッチングを楽しいと思ったことは一度もないという黒田、理由は少年時代の原体験にあった。胸をときめかせプロ野球の試合を見に行った黒田少年は、ひいきのチームが勝つとこう思ったという。きっと僕が見に来たから勝ってくれたんだ。そしてそんな彼はプロ入り後こう思うようになっていた。僕にとってはシーズンのうちの一試合だが、今日見に来てくれたファンにとっては思い出に残る大切な一試合になるかもしれない。お客さんが入っている時点で負けていい試合は絶対に存在しない。これが黒田の信念となった。だからこそ打たれることが怖かった。怖いから練習して上達するしかない。彼にとって野球は常に恐怖との戦いだった。この恐怖があのありえない決断の一つの要因でもあったという。メジャー移籍時ドジャースの申し出は4年で50億円、いつクビになるかわからないプロの世界、誰もが長い契約を勝ち取ろうとする中、3年に減らしてほしい。そんなことを言う選手は聞いたことがない。4年間やっていけるかなっていう気持ち、不安っていうのが強かったんで、まずは3年、どっちかというともう僕の中では本当刑務所に行くような気持ちで、アメリカに行ってそこで勝負するって決めたんで、そういう気持ちで野球するなら、まあ短い方がいいかなと。打たれる恐怖に耐えながら投げ続ける、そんな苦しい戦いを4年も続けるなら想像もできない。せめて3年なら、そんな思いも黒田が契約期間をあえて1年短くした理由だった。だが恐怖に打ち勝ち、ドジャースで4年間活躍、その実績が認められヤンキースへ移籍した。もちろん常に試合に命がけで臨む姿には1ミリのブレもない。そんな黒田の覚悟を象徴するシーンがある。その日行動を続けていた黒田、しかし
自信を持って投げた球を審判にボールと判定された。結果、黒田はその打者に打たれ交代。そしてベンチに戻る時だった。珍しく審判に怒鳴り返した。一体何があったのか。実は黒田がベンチに戻ろうとした時、審判が間違えたのはあの一球だけだろうと言ったという。それが我慢できなかった。まあその一球を投げるためにね、こっちは、たくさんのこの調整をして、いろんなデータを取って、その一球のためにね、いろんなことをやって投げてるんで、まあそれを軽く言われるというのはちょっとね。マウンドに上がるときは本当これが最後の試合、最後のマウンドになるっていう気持ちで、常にマウンド上がるようにはしてます。この試合が最後になっても構わない、常にそう考え、恐怖に耐えて全力を尽くす彼にとっては許せない一言だったのだ。苦しみながらもメジャーリーグで7年間活躍、輝かしい実績を積み上げてきた黒田。そんな彼に2年前のオフ、メジャーの複数の球団が興味を持ち、提示された年俸の最高額は20億円。まさに破格の待遇だった。そして彼が下した決断は、8年ぶりに、広島に帰ってきまして、そのファンの、ね、人たちのすごく熱気というか、広島に帰ってきて、一段と強いなという、のを、一番初めに感じました。2006年ですかね、僕が FA 権最初に取った時にね、ファンの人たちにね、自分の心を動かしてもらったんで、逆に今度はね、自分がそのファンの人たちをね、気持ちを動かせれればね、いいかなという。ファンへの感謝の思い、そしてまあ広島にね帰ってきたいっていう気持ちと、なんか帰らないといけないというか、なんか使命感というか、使命感が黒田に復帰を決意させたのだ。昨年3月29日、ファンにとって待ちに待った日がやってきた。公式戦初登板となるこの日、スタジアムは超満員。そしてさあ、それではここで両チームのスターティングオーダーをご紹介しましょう。やまないスタンディングオーデーション。広島がこの男の復帰を待っていた。そしてこの試合に勝利すると、これだけねたくさんの声援を受けて、マウンドに上がって、そしていい結果が出てね、ホッとしてます。負けていい試合など存在しない。復帰戦以降も黒田は体を張って勝利への執念を見せ続けた。強い味方も戻っていた。カープの4番バッター新井貴浩。辛いです。そう、黒田のメジャー挑戦と同じ年に阪神に移籍していった新井だった。黒田と共に広島カープ復帰を決意した新井。これで投打のリーダーが揃った。そして今年7月、黒田はついに日米通算200勝を達成。セレモニーでは
広島ナインが着たシャツに黒田の座右の銘が。こうして数々の栄誉を手にし、球界の大スターとなった黒田。